オデッセイハイブリッドが好きだチャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。昔の車には、まあ、必ずではないですけどほとんどの車についていて、今の車にはほとんどついていないものっていうのに、エンジンの回転数がわかるタコメーターっていうものがありますよね。マニュアル車に乗ってる時っていうのはタコメーターがあることで、どのタイミングでシフトチェンジをするかっていう目安にしたりするので、絶対必要っていうわけではないですけど、まあ、あった方がいい装備だったんですけど、まあ、最近の車はほとんどがオートマチック車ですし、まあ、タコメーターをつける必要っていうのはあんまりないんですよね。まあ、シフトチェンジのタイミングっていうのは機械が勝手に判断してくれますし、まあ、こっちでタコメーターを見てどうこうするっていうのはあんまりないんですけど、まあ、燃費走行をしたりするときは、まあ、参考までにどれぐらいの回転で走ってるかっていうのは、まあ、見れるとありがたいのはありがたいんですけど、マニュアルに乗ってる時ほど必要でないのは確かです。特にハイブリッド車になってくると、最近のハイブリッド車は特にモーター主体で動くっていうタイプのものも多いと思うので、まあ、オデッセイハイブリッドもスポーツハイブリッド IMMD を装備してて、まあ、モーターが主体となって走っているわけなので、エンジンは発電に常に徹しているわけです。だからタコメーターがついていたとしても、そのタコメーターの回転に応じて加速感が必ず得られるかって言ったらそうではなくて、モーターに必要な電気を送るためにエンジンが動いているっていう感じなので、タコメーターを見てもそんなに燃費走行するためにっていうのに参考にあんまりならないわけですね。およそ300メートル、エンジンが動いていない時っていうのも、マルチインフォメーションディスプレイの中で今モーターで走ってるかエンジンが動いているか、まあ、そういうのが必ず出てくるので、あえてタコメーターで確認しなくてもエンジンが動いてるか動いてないかぐらいの判断はできるわけなんです。だからまあ燃費走行をするのであれば、マルチインフォメーションディスプレイを見てエンジンがあんまり動いてなければそれで OK っていう形にはなるんですよね。まあ、それにハイブリッド車っていうのはタコメーターの代わりにモーターの出力がどうなってるかっていう表示が出てて、それがパワーっていうメーターで表示されたり、回生ブレーキになっているときはチャージっていう形でメモリが上がっていくような感じになってます。まあ、ハイブリッド車だと、まあ、この表示の方が分かりやすくてしっくりくるのかなとは思うんですけど、やっぱりエンジンの状態っていうのがどうなってるかっていうのはすごく気になるんですよね。タコメーターをわざわざ後付けでハイブリッド車につけるっていうなってくると、まあ、かなり車が好きなのか物好きなのか、まあ、そんな状態になってくるんですけど、まあ、本当に今は気軽にタコメーターをつけることができて、まあ、昔だったらメーターだけを買ってきてそれを配線つながないといけなかったとかあったと思うんですけど、まあ、別にそんなことをしなくてもついでにタコメーターっていう簡易的な表示をさせることぐらいだったらできるんですね。まあ、それが僕の今運転画面見てもらったら右の方に映ってるレーダー探知機なんです。最近のレーダー探知機には車についてる OBD2 っていうコネクターがあって、まあ、車の何か故障があった時に自己診断できるようなツールがついてるんですけど、そこのコネクターにレーダー探知機を接続することで車からいろんな情報を取ってレーダー探知機の画面に表示ができるような機能がついています。そもそもレーダー探知機っていうのはオービスとか、まあ、警察が取り締まりをしているようなポイントが本体の SD カードの中に登録されていて、まあ、最近のレーダー探知機はほとんど GPS が搭載されているので、まあ、そういう場所が近づいてきたら、まあ、警報を出してくれたりとか、まあ、実際に取り締まりしているような無線を受信したら、
まあ、それを警報として出してくれたりとか、まあ、要するに安全運転を支援するための機械っていうことになります。昔は本当に取り締まりのポイントをお知らせするっていう機能だけでそれがメインだったんですけど、最近のものは本当に多彩な機能がついていて、まあ、その中の機能の一つの中に OBD2 コネクタっていうものを使えばエンジンの回転数が分かるタコメーターなんかも表示させることができるっていうようになってます。使っているレーダー探知機はユピテイルっていう会社のもののスーパーキャットっていうやつで、まあ、かなり古くて型番が GWT87SD っていうやつですね。このレーダー探知機は前に乗ってたフィットから使ってるんですけど、まあ、発売されたのが2013年頃で、まあ、かなり古いレーダー探知機にはなるんです。でも、まあ、機能的にはそれほど問題にならないで、まあ、今も使い続けてます。まあ、夏場はかなり炎天下の中で、まあ、レーダー探知機を置いてるっていうことになるんですけど、まあ、それでも7年間使ってて故障することもなく全然使えてるので耐久性もいいなってすごく思いますね。 OBD2 のコネクターに接続するためのアダプターを別途購入することでレーダー探知機に電源を供給することもできますし、まあ、細かないろいろな情報も表示させることができるっていうわけです。で、OBD2 に接続するのは本当に簡単で、運転席のちょうどメーターの下あたりぐらいにコネクターがついてるんですけど、そこにアダプターを差し込んで、まあ、あとは配線すればいいだけなので本当に誰でも取り付けることができます。今出してるのが OBD2 の接続アダプターを取り付けてたところなんですけど、抜いたらこういう形になってて、ここに本当にただ差し込むだけでいいので簡単に、まあ、誰でも取り付けることができるのかなっていうのは分かってもらえると思います。 OBD2 の接続アダプターを使うとシガライターソケットから電源を取らなくてもいいので、うまく配線をしてあげると本当に見た目がすっきりとするっていうのもメリットの一つです。で、実際にレーダー探知機にタコメーターが表示される画面を見ていきたいと思うんですけど、まあ、こういう感じで表示されています。で、この丸のが今3つ並んでると思うんですけど、この3つの丸の中身を何を表示させるかっていうのは設定で変えることができます。これは機種によって全然違うと思うので、まあ、それによって、まあ、説明書見ながら設定しないとダメなんですけど、今の状態で右端がタコメーターで左が水温計、真ん中が瞬間燃費計っていう並びにしています。で、今は止まっている状態なのでゼロになってますけど、走り出してエンジンが動くとここに何回転してるかっていう、まあ、タコメーターのメーターのそのメモリでも出ますし、実際の数字でも見ることができます。まあ、止まっている時なんかはその1回の走行での平均の値が表示されてますね。で、今実際に走っているところのレーダー探知機のタコメーター、ちょっと映像が汚くなると思うんですけど、ズームで見てみようと思います。映像をするズームするとすごく見にくいんですけど、まあ、このような形で表示されてます。今タイミングが悪くてエンジンが停止状態でタコメーターは回転していないということを表してます。まあ、このような感じでレーダー探知機でタコメーターを表示させることができるので、あえて別のタコメーター大きいやつをつけるとか、まあ、そういうことをしなくても OBD2 に対応しているレーダー探知機を購入して OBD2 の接続アダプターを別途購入して取り付けるだけでも、普段走ってて
あちょっとタコメーター見てみたいなとか、それぐらいなら十分に満足できるレベルのものだと思います。まあ、他にも水温計とか、まあ、瞬間燃費計とかもそうなんですけど、吸気温度計とか、まあ、いろんなことを表示させることができるので、タコメーターだけを買うっていうよりかは車のいろいろな情報が表示できるレーダー探知機を買う方がお手軽で、まあ、得な感じもするかなと思います。で、今日の動画はここまでにします。ここまでのご視聴ありがとうございました。